よう人間、俺はチワワのゴマジロウ。今日は突然の早起きで正直眠い。気高い俺は朝からゆっくりと優雅に起きてくる肌。しかし今日はどういうわけか早起きをさせられてしまった。父ちゃんと行動を共にしているので仕方がないと言っちゃ仕方がないが、あえて言おう。俺は早起きが苦手だと。世の中には朝5時、6時にお散歩をしているワンちゃんがいると聞くが、俺はそのことを嘘だと思っている。だって、見たことないもん。とりあえず、カメラ目線言っとく？だけど、こうやって眠気に負けそうでも、いつ朝ごはんと言われるかわからないので、気が気でない状態で待っている。ということで、俺はいつでも動けるように父ちゃんを監視中だ。だけどやっぱり、眠いものは眠い。あー、どうしてこんなに早く起こされてしまったのだろうか。暖かいお布団でぬくぬくしてからのんびりと起きて、ゆっくりモーニングを食すことが、気高い俺の生き方なのに。しかし、いつまで待っても一向にご飯が出てくる様子はない。そこで、俺はとりあえず遊んで待つことにした。なんでスリッパここにあんの？知らない。なんでスリッパここにあんの？歩いていたらたまたま落ちていたのだ。まったくあんたはもう。ということで人間諸君、生きていたらまた会おうな。じゃあねー。